たいと思います。なんか面白そう。赤ちゃん、メガネ嫌い。住所です。結構ね、今ぐさってきた。あなたたちエゴサって知ってますか？知ってるよ。何それ？知ってるよ。あ、嘘。カナさん知っとんね、エゴサ。食べ物らしいです。アイさんは？なんだっけ、エゴリサーチだったっけ？その調べるやつ。そう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 。エゴサーチやね、略が。あ、じゃあ合ってないかも。リサーチ。はい、ある事柄を調べる。まあうちらで言うとあやはやチャンネルのことを世間ではどんな風に言ってるのかとか、皆さんはどんなことが気になっているのかっていうのをこちらから検索して一覧で見ることができます。それを今日見ていきたいと思います。なんか面白そう。じゃあいきます。せーの、レストラン。ただしこうやってね、ママがいつも検索してるよね、うん、検索しているページで調べると、あやさんいつもどんなことが起きますか？検索履歴がある。出るよね。ママで言うと、なんだろうな。なんでもあれ、やばくない？島村地震速報。あ、昨日地震あったの知ってます？夜中地震あったんですよ。あと、スクラッチ、アンダーテール、ゲーム、リボン。あ、リボンです。だから、とりあえず、ママのパソコンであなたたち調べてるので、変な履歴ばか出てくるんだよ。これでは、調べてもママたちの結果しか出ないので、シークレットモードっていうページがあるので、そこで調べるとママたちが調べた履歴とは関係ない風で調べたっていう結果が出るんです。それで調べていきたいと思います。じゃああなたたち実際にあやはやチャンネルと調べるとどんな検索結果が出てくると思いますか？骨折。あ、骨折。確かにしばらくやってたからね。あとはメガネ。あ、メガネある。他には赤ちゃん。赤ちゃん、あー、なるほど。他には食べ物。この日記出たりして。あ、他の日記が出てくる。があるから。あー、なるほど。じゃあまず身近なところから、 YouTube であやはやチャンネルって調べた人がさらにその続き何を見たいか調べているかっていうキーワードです。いきます。あやはやチャンネルの次は骨折、メガネ、赤ちゃん、体調不良、コロナ、お菓子、筆箱、うん、熱、最後はひらがなであやはやチャンネルと調べ。あなたたちが考えていたものとどうですか？同じ。あ、同じなんだ。一つ当たってない。次はあやはやだけで検索してみました。あやはやチャンネルっていうのが出てきます。普通ですね。普通だけ。これその次に普通にあやはや、その次に骨折、メガネ、赤ちゃん、体調不良、コロナ、お菓子、筆箱、熱って出てきます。変わらなくない？次ヤフーであやはやチャンネルと調べてみました、はい、さあ世間一般人はあやはやチャンネルで何を知りたいと思ってると思いますか？ウィキペディア。そんなものないわ。ないわ。食ってもらいたいけどないわ。はい、これ素直に答えていいかな？いいよ。本名。ああ、なるほど。ウィキペディア。はい、いきます。あやはやチャンネルの次は本名です。あやはやチャンネルはチャンネル中に本名言ってないので多分ね、分かんないと思います。次いきます。 Google さんであやはやチャンネルと調べました。結構より YouTube とはちょっと関係ないことですね。 Google さんで調べた結果です。あやはやチャンネル障害、あやはやチャンネル本名、出産、年齢、学校、嫌い、住所です。結構ね、今ぐさってきた。嫌いと調べてくださるあのコアなファンの方もいらっしゃいます。これね、本当に嫌いだったら調べないはずです、うん、でも嫌いで調べるってことは何かね、思うところがあるんだと思います、うん、ってるよ。あと住所とかね、本名とか、あの完全に個人情報を調べたい人がいらっしゃるんですね。なんであやはやチャンネルのことをなんかね、調べてくださったりとか紹介してくださってるところがあるんですけど、あやはやチャンネルはファミリー系 YouTuber、 姉のあや、弟のはや、パパママがハッピーセットなどのおもちゃで遊ぶ
お菓子を食べる、実験工作、社会見学、テーマパークなどにお出かけ、学校あるある、ポケモン GO などの動画を投稿している。3人目の子供カノが誕生した。登録は2015年8月8日で、今のところ6年8ヶ月やってるそうです。で、動画投稿数1832本、1000、はい、再生回数が2704万再生、うん、そんな感じらしいです。ただね、あやあやチャンネルね、これ動画数全てではありません。もちろんお蔵入りになったやつとか消してしまったやつ、別のチャンネルに移動したやつ、リメイクしたやつもかなりあるので、正式にはどうですかね、パパ、2000本くらいあるかな。何あるのかな、あのサブチャンネルとかしたらもっとあると思うんですけど、全部合わせ今まで、はい、それぐらいあるかと思いますが、こんな風に紹介してくれてるチャンネルもあります。でちなみにそこのコメント欄っていうのがあったんですよ。私受験に受かりました、あやさんも頑張ってくださいこれからも頑張ってください、応援しています、いつも見ています、これからも頑張ってくださいっていうコメントをいただいています。次、マイクロソフトの方であやはやチャンネルを調べてみました。これ調べるとね、すごい意外な結果が出ました。赤ちゃん、うん、赤ちゃん、メガネ、メガネ、赤ちゃん生まれ、うん、で検索してあるそうです。あやさんのこと一切触れてません。よかったやじゃあ今のは多分日本国内の話です。実際にあやはやチャンネル YouTube でどこの国の人が見てるのかって気になりません？見るの？見えます、調べることができるんです。まあ、あのおよその概算になるんですけど、我がチャンネルではいきます、 97% の方が日本です。おー、はい、日本をシェアにやっております。まあもちろんそうなんですけど日本が中心で動いてます。ただね、他の国の方もいらっしゃるんですよ。はい、残り 3% をいろんなところで割ってるんですけど、インド、カナダ、台湾、ロシア、イギリス、インドネシア、イタリア、ドイツ、ベトナム、タイ、フランス、ポーランド、メキシコ、ブラジル、アメリカ合衆、あーはーたたた、まあ、これ以外にもいらっしゃるんですけど、こんな方々が見てくださってます。まあ、コメントでもね、英語とかね、中国語、あと頑張って日本語に直して言ってくださるかと思います。 Google 翻訳で翻訳してお返事とかさせてもらってるんですけど、それぐらい見てくださってる方いらっしゃいます。ということで、エゴサでいろいろ調べてみて、アイさんどうですか？あと私の骨折がもっと出ると思います。あ、最後の方ほとんど調べられてなかったよね。あまりインパクトがなかったのかもしれません。ハヤは？個人情報系がちょっと多かった。あ、確かにね、気になる方がいらっしゃるみたいですね。一応あやはやチャンネルに興味を示して、これが何なのかっていう風に調べてくださる方がいるっていうのは嬉しいことではあります。さあ、もっとみんなに調べてもらえるような楽しい動画を作りましょう。はい、はい、最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。あの、お金日記って言ってくれたけどさ、一件もなかったんだけど、誰もさ共通と思ってないんじゃないの？まずくない？現在の時刻は14時です。え、もう2時なの？はい、はい、なんで流れちゃうんだったの？ここまで動画ご覧くださりありがとうございます。ここからはママの説明になります。皆さんご存知の通り、あやはやチャンネルではコメントを打ち込んでいただいてもそのままアップはされません。一度ママかパパの目に触れた状態で、それは人を傷つけるコメントじゃないかとか、個人情報が載ってないかっていうのを精査して OK だった場合に許可をして載るようになってます。じゃあコメント承認制じゃなかった時どうなってたかというと、あやはやチャンネル独自の NG ワードっていう土台があります。それに引っかかったものはポイポイポイって弾かれてました。で、あまりにも連投してひどい場合はゆりかごと言って NG 人物に入れさせてもらいました。この場合はこの人は二度とあやはやチャンネルにコメントすることができなくなっています。で、今 NG リストの人何人ぐらいいらっしゃると思いますか？もうそろそろあやはやチャンネル7年目になります。
さあじゃあ今回それを初公開します。モザイクはかけさせてもらってるんですけど、ざっとの人数見てください。いきます、せーの、ポン。まあね、さすが7年間だけあってめっちゃいます。これも1回目は良くても2回目、3回目、4回目にちょっとこの人しつこいなって言って消させてもらった方や、もう一発アウトの方もいらっしゃいます。でこの中に通報させてもらった方ももちろんいらっしゃいます。なんですけど、今回この動画を上げさせてもらった後から、この NG リストの人を一度空にします。なぜかというと、あやはやチャンネルの NG ワードを設定した上でママたちが確認してコメントを弾いていますので、まあ、NG リスト一回空にしてもいいのかなと思います。なんたってこんだけの量ですから。まあその中でもやっぱね、 NG ワードバンバン打ってくる人っていうのは多分いらっしゃると思うので、その方々はもう一回ゆりかごの中に入ってもらいます。ゆりかごの中に今ぎゅうぎゅう詰めに詰められてる方っていうのは年齢上がってきてると思うんですよ。中には社会人になった方もいらっしゃるかもしれません。なので多分良心的にも書かないようにって分かるようになった方もいらっしゃると思いますし、今回はさらっと水に流したいと思います。最後にこちらだけお願いします。今回 NG 機っていうのを全部開放させていただきましたが、コメントされる際は人を傷つけないとか、自分の個人情報が出てないかとか今一度考えてコメントの方お願いします。以上になります。バイバーイ。